どうも、のんじです。今日は2022年8月28日、日曜日、夜の0時5分に撮影してます。で、今日はね、ちょっと僕が感じてることを話そうと思うんですけども、前回のライブでね、ちょっと感じていたことなんだけども、体調が悪くなったり、いつもと様子が変になってしまった人に向けてね、今日はお話ししていこうと思います。まあ、僕はね、皆さんの気持ち、や思い、様々な念の受け取り手としてね、まあ、特に、闇落ちした人の念とか、純粋に応援してくれてる人たちとかね、それは、凄まじい念で、特に、笑おうもすがる思いで、のんちさんのことを見てる方もいて、で、その、すべての、念の、受け取り手として、僕はいつもね、配信者としてな、してと、あとは、そうだね、念の受け取り手として、いるんだけども、そのね、いつも僕が受け取っている空間の中から、それがね、受け取れることができなくなってしまったんですよこれはちょっと話さないといけなくて、そう、とにかくね、僕の背負ってるものっていうのはとにかく重たいんです。闇落ちした人とかね、普通の人ではとて背負うことのできない凄まじい念の塊を僕はいつも背負ってて、だからこれを背負える人間と背負えない人間がいると思うんだけども、普通の人は、まず無理だと思うんだけども、この僕の抱えている念の重さみたいなものがあって、これがね、今回ちょっと飛び火して別の人の元に行ってしまって、原因も分かってて、そう、そこでちょっとね、話さなきゃいけなくて、そう。のんじ TV で、そうだね、コラボ配信するときに、やっぱり、基本的には僕は名もなき者たちと一緒にコラボしたいっていう気持ちがあって、ある程度よ、売れて有名になっている人よりは、才能発掘ということで、違うテイスト入れてね、みんなにちょっと、いろんな気づきを与えていきたいなっていうこともあって。そう。ただ、僕のチャンネルに出ると、僕に向けられてる、相当強い念が飛び火して、別の人の元に行ってしまうこともあって、そのことで、前回のライブの最中にね、結界を張ったんですよ。シニョンさんが、念が来ないようにということで。念暗いすぎるとやっぱり頭が痛くなったり、肩が重くなったりしてね、いろいろ大変なんだけども。そう。それでちょっとね、結界を張ってしまった時に、普通にチャットでコメントをしてくれる人もいるけど、普通にただ視聴している方もいて、その中で、のんじ TV って基本的に癒しの空間が、ライブとかだとあるので、それを期待して見に来てくださる方に対して、のんじさーんっていく、念自体を跳ね返して飛ばしてしまうぐらいの結界があったから、普通に見れなかった人もいて、あとは、あれなんだよね、受け取ってしまって、で、体調崩してしまった人たちもいるので、そうそう、ちょっとね、その人たちに向けて今日はね、話そうと思います。そう、とりあえず、前回の動画でね、いろいろテストの違うことはやったんだけども、基本はこのテストでやっていくので、また皆さんの念の受け取り先としてね、僕はやっているので、だから
苦しいとかさ、どうしようとか不安だとかさ、そういうみんなの持ってる悩みたいのはいつも通り僕に向けてもらって大丈夫なので、これはなんか言葉にするまでもなく、まあね、みんながいつも通りそれは投げていたことなんで、うん、そう、前回ちょっとねテスト違う異色コラボしたこともあって、ちょっとね結界を張った状態で配信させていただいていたんだけども、そのことで、そのことがきっかけで体調不良になってしまった人たちが結構たくさんいたので、まあそれに対してちょっとね、あの僕は皆さんの念の受け取り先としていつも通りまた配信をねさせていただきたいなと思ってるので、はい、もしねしんどい時はこの動画を見て、まずはちょっとね、ぶつけてもらっていいです。うん、もう何のバリアも張ってないので受け取っています、今ちゃんと。だからそう、投げられる場所としてみんなの念を投げて大丈夫です。苦しかった思いとか、体調がおかしくなってしまった気持ちとか全部ね投げてくれて大丈夫です、はいそう、もともとだからさ、僕のやってきたことっていうのは結局その危険名だったりとかで闇落ちしたりとか、本当にね重度に精神グラグラになってしまった人たちに向けていつも撮影しているので、そうだから当然リスナーの層もね、普通に見てる人たちだけでもそうなんだけども、結構ね重たいものを抱えてる人たちが多いから、そう、それでちょっと前回ね跳ね返すというそうそうことをね、ちょっと結果としてねなってしまって、そのことで体調が悪くなってしまっている人たちが結構いて、そう、それをちょっとね感じたので急遽トークを撮りました。うん、僕は多分どれだけそれを食らったとしても平気なんだと思う。なきゃねこういうことできないし、もともとそういうさ本当に深いところで苦しんでる人たちの念みたいのをすごくね泣きやすい存在としてずっとやってきたので、少しでもまあね僕にまあその念を飛ばすことで楽になればいいなという気持ちもあるので、はいいつでもこの動画を見てる最中でもいいし、とにかくうん、自分の思ってることなんかはね全然飛ばしてもらって大丈夫です。そう、全部受け取ってね、僕の中に入れていきますんで、はい、まあ基本的に俺がやってるのはあれだよね、来たものに対してちゃんとね耳を傾けて心で寄り添って行く作業をひたすらやってるだけなんで、はい、もしぶつけたいものがあればこの動画でぶつけていただければと思います。うん、だんだんね落ち着いてくると思うから、そう、なんかね、なかなか違うテイストのやり取りだったんでそう、しょうがない、あれに関しては。ただそう、僕の役割は変わらないので今まで通り
うん、そういう大きな念を受け取って浄化していく作業をねやっていきますから、この先もねそれは変わることなくやっていきたいと思います。うん、だんだんね、まあこれを聞いていくと落ち着いてくると思うので、そう本当にね、僕も結構気づいた、普通に視聴してる人でね、チャットとかコメントをしない人のでもわかるんだよね、ちょっとおかしい様子がおかしいことが、体調が悪くなっていく様子とかも分かったんで、はい、やっぱりね人にはそれぞれね抱えてる心の問題、あるいは生きてる次元というものがあるので、それに合わせてやっぱりやっていかないといけないかなっていうところにあるので、うん、とりあえずちょっとね今日はみんなの念をぶつけられる場所として撮影してます。はい、そうちょっとでもこれで楽になればいいかなと、うん、本当はね、まあ鑑定動画とかもいろいろやりたいんだけど、それよりもみんなが何時さーんってこうさ、なんか投げてくる念みたいなものがあって、そう念というか、そうなんかそれをさいつもオープンにして受け取っていたんだけども、そうあの時ね結構ね弾き飛ばされるような結構強烈なバリアを張っていたので、まあ、それによって体調が悪くなって しまった人たちが結構ちらほら見えるので、とりあえずごめんなさいということで、はい、今回はちょっとね僕に念を飛ばしてくださいということでやってます。はい、まあまあね結構ねコラボも確かに続いてたからね、ちょっとそれも申し訳なかった、うん、みんなのペースもあったからね、そう新しいテイストで雰囲気の違うものがたりすると、そうなかなかついて いけない人たちもいるので、そう勉強になった、そうただ本当に結構な人たちが食らっていたっていうのがある程度僕の見える範囲では いたので本当にちょっと配慮が足りず申し訳ございませんでした。うん、そうだね、とりあえずまあ今日の目的はみんなの、そうだね、心のモヤモヤを飛ばす場所として配信をさせていただいたんですけども、ちょっとはどう？楽になった？ちょっとね気持ちは楽になればいいなと思いました。はい、そうそう、まあね、いきなり僕がテイスト変わるわけじゃないので大丈夫、うん、そうとりあえずね今日はこれで心の中のモヤモヤを取っていきましたので、うん、大丈夫だと思う。本当にね体調悪い時とかもあるから、
はい、ということで今日はねそう、まあしょうがないそう、そう、いきなりはね上がれなかったり、いきなり気持ち的にハイテンションになれるわけじゃない人たちもいるので、そういう人たちのに向けたものをちょっと一つやっとかないとなということで撮影させていただきました。僕に対してはどんな念をぶつけてもらっても大丈夫です。僕に対しては何をしてくれても大丈夫。なぜならばそれをずっとやってきたからそう、僕に対してはそういう念を飛ばしてくれても大丈夫。うん、ただなんだろう、飛ばせなくなって体調が悪くなってしまった人たちがたくさんいるってことが結構分かったので、うん、今日はね、よく分かんないと思うんだけども、そう、念を飛ばしてくださいという動画を作りましたはいはい、思う存分飛ばしていただいて、はい、受け取るんで全て大丈夫。うん、まあけど俺がやってることを他の人にできるかったら無理だよなと思って、うん、そりゃ無理だよなっていうふうに思いました。うん、そう、一緒に持ってかれちゃうからね、普通だったらね。そう、それをやっぱり浄化してね、いけるっていうのは本当に特殊な作業なんで、うん、とりあえずすっきりしていただいて、うん、はい、大丈夫かな。多分始まりからゆっくり動画を見てもらって見終わった頃にはちょっとだいぶ楽になってると思います。はい、そう、投げていいので僕はそれをひたすら受け取るので、はい、うん、多分大丈夫だと思う、これで。ふぅー、はい、ということでこの辺にしようかな。そう、なんかね、体調が悪くなったりいつもと様子がおかしいなって言った時はね、この動画を見てリラックスしていただければと思います。そう、念を飛ばしていい人もいる、いるというか、いるのよそう、もう僕には飛ばしていいから、僕は食らっても平気だから、うん、そう、普通は多分ね、おかしくなっちゃうからこんなことできないんだけど、俺はずっとやってきたんで、わざわざこれを、この言葉にしなくても、みんながね、勝手に飛ばしてた、俺に。だから俺もね、まあ暗黙の了解で受け取ってたんだけど、そう。とりあえず、大丈夫だと思う。うん。はい、ということでね、意味のわかんない動画だね。うん、でもまあ体調がおかしくなった人で、まあこれが必要な人のためだけに今日はちょっと撮影したんで、のんじさんはとりあえず
このトーク動画で皆さんにそう安心してもらいたいなということでやりました。はい、ふう、大丈夫。はい、ということで、とりあえずね、またちゃんとしたものを動画として出すので、今日はね、念を飛ばしてくれっていう動画だったんで、はい、すっきりさっぱりしていただけたでしょうか。はい、ということで、さあ、じゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。